皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。さあ、ルナちゃん、はい、いや先週ちょっとお話を聞いてですね、はい、サッカーは好きになりましたか？好きになりました。本当本当です。本当に、はい、興味があります。でもね、僕は本当に J リーグができた時が小学校4年生とかそれぐらいだったかな。だからもうあの当時、はい、まあ、もうヴェルディ全盛期よ、うん、もうスーパースターも数、うん、武田信弘さんって知ってる、はい、あの人チャラい人じゃなくてサッカー選手やからね。分かってます。北沢さん知ってる？分かってます。あの人も髪長いだけのおじさんじゃないからね。分かってます。ラモス知ってる？ラモス知らん。日本をここまで持ってきてくれたあの日本人より日本人のラモス。わかりました。それではそういったところも聞きましょう。今週も先週に引き続きましてこの方がゲストでございます。お願いします。はい、今日のゲストの方をご紹介します。広島経済大学教授、元浦和レッズ社長、藤口光則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。はい、ラモス知らへんのか、ラモス知らないってびっくりしますね。あんなも一世アルシンドも知らんもんね。だから絶対 100% ね、はい、すいません。いや、いいんですけど、まあ、藤口さんその、ね、サッカーを始めて、そして日本代表になって、そして、ね、その後浦和レッズの社長になるという話まで行きましたけども、選手、まあ、J リーグを立ち上げっていうのでいろいろ大変だったとは思いますけども、はい、この選手ちょっとありました。浦和レッズというのを作るときに、まあ、J リーグがホームタウンを持って、はい、まあ、地域に根ざしたクラブ運営をしていこうというようなことがありますので、方針が、はい、まあ、レッズは最初からそういうことをちゃんとやっていたということで、まあ、やっていたかどうかは別ですよ、まあ、やろうとゼロから立ち上げですから、うんうんうん、で要するに会社は丸の内にあったわけですよ、三菱重工、うんうん、自動車は田町ですからね、はい、で浦和ですよね。なぜ浦和なんですか？いや、それはね、あの東京にそのスタジアム、うんうん、それがねホームスタジアム取れないんですよ。なるほど。要するに国立は絶対ホームでは使えない、全部が使うし、うんはいはいはい、あとは駒場もそうだしとかね、うん、だから結局あのないんですよね。だから今度事業所があるところとか探してんだけども、でみんなやっぱりダメだったんですよ、うん、でこうちょっと宙に浮いちゃうような時に、はいはい、浦和は最初あのホンダかなが、うんうん、工場があってね、うんうん、なるみたいな話だったんだけど、それがなくなったっていうんで、はい、ちょっとあの大学のやっぱりあの仲間がね、はい、浦和にいるんですよ、うんうんうん、で電話あって、三菱決まったのかって、はい、いやちょっと今決まってないんだっつったら、うん、いや浦和どうだみたいな話でね、うん、っていうんで、その時あの監督森高司さんでね、うん、なんか、いたし、あのちょっとそういう話したら、じゃあっていうことで、その浦和のその人と、うん、清水さんかな、それと森さんと話をしてくれて、うん、で浦和に決まった、全くだって何のあのなんていうのかな、つても何もないところだったね。だからまさにあの真っ白な画用紙に、逆に白紙だから何でも書いていいんじゃないかっていう、そういう考えでちょっと写ったんですよ。これね、もう前社長に聞きたいんですけど、はい、浦和レッズって、はい、もう日本でファンの数がファンが一番すごいというか、うん、もうちゃんとってあんねんけど、歌ね、はい、応援歌みたいなとかがもう鳴り響くような、はい、そしてもう日本人っぽくないサポーターなわけ、イメージで言うと結構熱いのよ、おとなしく見る人もおるよ、けどやっぱ日本一熱いサポーターやからすごいのよ、ゴール裏とかもうなんならちょっと暴動起こりそうなくらい。あのレッツのファンの熱さって何から生まれてきたもんなんですか？だから最初にそのホームタウン制っていうんで、はい、だけど要するに試合するから見に来いっていうような、はいはい、考え方じゃいけないということで、はい、僕はだから一緒にね、浦和、あの当時は埼玉市じゃないですから、浦和市ですから、うん、浦和市民と一緒にやっていきましょうという、うん、これをだからクラブスタッフ全員がそういう気持ちになって、うん、皆さんとこう話をしようということにちょっと思ってたんですよね、うん、まあ、そういう協会以外のところは全部、まあ、責任を持ってやってた事業広報部長、だからそういうことでファンサポーターとも随分対話しましたし、うん、あの市役所にも行って、はいはい、市長にまでやって話した、やっぱで市長がそういうのを理解してくれるとすごく早かったんですよね、うん、今でも本当にあの市長と話ができて、
よかったなと思いますけどね。市長が応援していこうと、ただ、でその商店街ですね、あと、はい、地元の商店街とやっぱり話することでもすごく大事なんですよ。ファンサポーターが行きますからね、で分かってくれるとどん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 それが広がっていくんですよね、はい、でサポーターもそういうのをちゃんと話して分かってくれて、でレッツサポーターっていう言葉を使ったのもレッツ最初なんですよ。要するに日本の場合はファンですからね、野球にしても。そうですね。だけど実はイングランドの非常に詳しい向こうの、逆にこのイングランドのチームのサポーターになってる、まあ、例えばマンチェスターユナイテッドとかね、はい、のスタッフも一人ちょっといましてね、ほうほうほう、で、そしたらサポーターズクラブっていうのを立ち上げて、こうやって、うん、サポーターズクラブですからね、初めてだからサポーターっていうクラブを言葉を使ったんで、でサポーターズクラブ、みんなその時はファンクラブで、そうですよね、要するにクラブの会員なんですよ。で会費取ってって、うんうんうん、だから一切それはしないぞと。でサポーターズクラブって自分たちで3人以上集めて、うん、クラブ作っていろいろ活動をしてってほしいと。ただ登録だけは してくれ、おうおうおう、クラブの名前をね、うん、でだからサポーターズクラブっていうのはレッツのこういう本も冊子も出るんだけども、うん、それは別に彼らから会費を取ってるわけではないんです。で自分たちでそういう活動をしてってほしい、だから自分たちでこう仲間を集めていてってほしいという方向にこう持ってったっていうのは、あれはやっぱり大きかったと思いますよ。面白いな、うん、はい。でもまあこの藤井さんはこのね、はい、レッツの社長をこう退任された後にですね、はい、この広島経済大学の教授という今肩書きでございますけども、はい、ここでな何をこうどういったことを教えられているんですか。だからこれだから自分の人生を振り返るとね、うん、結構そういうなんていうの、自分でこうしよう愛しようっていうよりもその人との出会いっていうか、うん、それが非常に大きいっていうのがあって、うんうん、だからまあ最初だからもういい年になってて、まあシズでフリーで活動してた時なわけですよね。でその時にそういう広島から話があったんです。これはまあ一応広島の結構大学の時も広島から来た人が多かったし、広島の仲間とかそういう知り合いから連絡があったんで、で広島経済大学ですよ、経済大学、その中にスポーツ経営学科、うんうんうん、だから新たにできるだからスポーツ系だから、僕は体育大学とかそういうんじゃなくて経済大学の中にスポーツ経営学科ができるっていうのは、これはちょうどほら自分がやっぱりその運営サイドをもうちょっとしなきゃいけないっていうの、そういう人材を広げなきゃいけないって思ってた、うん、なんでじゃあちょっと話をしましょうっていうことです。でまた石田理事長もわざわざ来てくれて話をしてね、で行くことになったんですよ、はい、これやっぱ現在スポーツ の, そのまあスポーツで広島っていうのはサッカーの御三家、うん、広島静岡埼玉ってもう元々日本のサッカーのね最初発祥の地なんて言われてぐらい広島だったから、余計ちょっとそういう、うん、なんていうのか、いいんじゃないかっていうのは意味があるっていう感じがしますよね。まあ大学の時にその広島弁がね分かんないから、なんか外国に来ちゃったみたいな思ったんだけどそれが最初の接し方だったんだけど、でもそこになんかやっぱり縁があったのかなっていうのはあって、ちょっといいことしたらもうあっという間に11年経ってますもんね、うん、もうこの現在この日本におけるスポーツ経営というか、その例えば球団であるとかもそうですけども、このスポーツを支える側に今求められているというか、こういうふうにしていかなきゃもう日本もっとスポーツビジネスが良くならないぞっていう、なんかちょっとあります、懸念。いやそんな簡単にこれが必要だっていうのはないですけど、これはだから世の中全体に言えると思うんですよ、世界中にね。やっぱりサッカーっていうのはコミュニケーションゲームっていう言い方もできるんですよ。まあポジショニングのゲームとかいろいろありますよ。でもやっぱりコミュニケーだから、まあ僕はだからサッカーっていうのは社会の縮図と思ってたわけですよね、うん、だからサッカーで学んだこといっぱいあるわけですよ、うん、だから自分で勝手にやってればいいかって言ったら絶対そんなことない、うんうん、やっぱり仲間チームワーク、うん、それはやっぱりベースはコミュニケーションで、コミュニケーションのベースっていうのはただ一方的に喋ってればいいんじゃなくて聞くっていうことがすごく大事、そこからスタートするんですよね。だからそういうことがすごく大事なわけですよね、うんうん、なるほど、うん、やっぱりどれだけ話を聞けるかっていうところが、そうそう、まあ、大事になってくる。そういうこともちゃんと分かってほしいという、うん、これはだからもう世界中にも
言える言葉だね。今ね、とんでもないことが起こってるじゃないですか、はい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 、世界平和、うん、平和ってのはまさにそこですよね。うん、人として元気に生きるかって、うん、あのね、前にもいろいろ話があったですか、元気になるためにどうぞ、うん、私はだからしっかり睡眠、きっちり食事、すっきり運動、これで健康が保てると。保てる、これは、うん、これがね大事だ。藤井さん若いですからね。今ってもう全然ボールは蹴られてないんですか。いやだからあのこう言ってから広島でシニアでね、はいはい、こうやってたんですよ、うん、ところがコロナになって、うん、それが中止とかなんかになっちゃって、うん、でなかなか行けなくなっちゃって、だからしょうがない、しょうがないって言い方はないけど、あの広島あの川が7本ありますから、うん、でそこ川の割にあの木があのしょいっぱい植わってるんですよ、はい、そうすると木が植えてあるってことはそこは土なんですよ。だから僕、うん、アスファルトの上は走りたくない。だからその川沿いを走ると土を走れるじゃないですか、うんうん、でまあそういうとことこ走ったりなんかしてるんですけど、うん、やっぱりあのサッカーでボール蹴ったりする筋力の使い方が全然違うんですよ、うん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 、だからちょっと今だからフッサルでもねしたいなと思ってるんですけどね、うん、絶対いいですよ。いやでもそのね、今後でもまあなんていうんですか、氷河期と言われるそのサッカー氷河期と言われる頃にその選手をやられていて、はい、そしてこのレッツという素晴らしいね、はい、日本一のような球団を、ね、の社長をやられて、そして今こう支える側の人間を、まあはい、学生にを育てて、スポーツを支える側の人間もこう、ね、指導しているというところもありますけども、はいはい、あの藤井さんから見て今のサッカー、日本のサッカーって、はい、まあ、どうですか、あの海外に比べるここからもっともっと強くなるなりますか。今ちょっと停滞してるとかいろんなことを言われたり、まあ、好き勝手みんな言いますからあれですけど、海外挑戦する人も増えましたし、うん、日本のサッカーってここからどうなっていくんですかね。いやまだまだこれから進歩し続ける しなきゃいけないし、うん、その可能性は十分にありますよ、うんうん、まあ、代表チーム見てもらっても分かると思うんですけど、やっぱりあの森保君がね、うん、本当にあの選手とのまずベースのコミュニケーション、はい、そういうのってすごくあの感じられますね、うんうんうん、で若い選手がどんどんこう出てきてる、だからそういうやっぱり環境がそうしてるんだなっていうね、うん、だからそういう今度 J クラブもね、はい、やっぱりもっともっとそういうことをしてほしいなっていうのはちょっとありますけどね、うん、で若い人がなりたい、であとは特に女子ですね、女子ね、で、うん、そういう女子をねもっともっとこう盛り上げていきたい。だからそのためには日本の女子フットサル、うん、これはね絶対合ってると思うんですよね、ぜひちょっと、はい、そう、あのフットサルって本当サッカーやるより前にフットサルから始めた方がいいっていうね、うん、結構人もいますから、まあ、遊びからですけど、うんうん、なのでそのぜひともちょっと、はい、今フットサルのトップもやってますので、はい、僕もずっとやってましたから、はい、ちょっとその辺もね世の中広げていただきたいなと思いますけども、はい、そろそろお別れのお時間が来たということで、はい、まあ、ぜひちょっと藤井さんにはまたサッカーね、大事な試合の時ぐらいにまた来ていただいていろいろお話を伺いたいなと思います、はい、それでは最後に曲紹介をお願いしたいんですけど、今週は何を聴いてもらいましょうか。今週でもまた中村雅俊さんなんですけど、はい、ちょっと日付変更戦というね、日付変更戦という曲をなかなか、ね、ちょっと聴いたらね、聴いていただきたいということで、うん、2週にわたって来ていただきました藤井口光則さん、ありがとうございました、はい、それでは中村雅俊さんで、日付変更戦お聴きください。